このパンデミックはかつてないほど急速に広がっています。当局は今夜再び暴動の対策を。都市全体に緊急事態が宣言。 CDC はすでに国の中西部地域を隔離し、献身、誠実、品位、これこそがまさにアンブレラ社の基礎をなす根本的な価値観なのです。そしてこの基礎こそが我々人類にとってより明るい未来を作っていくのです。毎晩ひどくなってる。あと3日でこの町ともさよならできる。
ちは慌ただしい。薬飲みすぎた。誰だろう。
ブラート、どうしたの？今すぐそこから逃げろ。何があったの？説明してる気も甘い。そこから逃げろ、今すぐ。分かった、荷物を。死にかかってるのは確かだ。君と俺はな、ここから逃げないと。街を見てみろ、ここにいたらもっとヤバい目に遭うぞ。いつの間にこんな状況に。それもわからん。だが悪いことってのは重なるもんだからな。結局悪霊と同じありさまだ。現実なの？こんなに大勢感染するなんて。ブラッド、気をつけて。こっちだ。なんて風。
一緒に逃げるのよ。いや、どうなるか分かってんだろ。いいえ、分からない。仲間だよな。もちろんよ。それじゃ頼む、俺みたいにしくじるな。行け。ごめんなさい、ブラッド。警官よ、力になるわ。そうかよ、警察はいつもヘマばかりしてるがな。力になる？だったら奴らの一匹でも逮捕しろ。聞いて、このチャンスを逃したらもう誰も助けに来ないわよ。私はどこにも行かない。死体野郎に食われるぐらいならここで飢え死にする方がマシだ。ほっといてくれ。
早く動いて。次はこっちの番よ。あなた誰？ここで何を？俺はカルロスだ。助けに来た。立て。まずは安全な場所へ。よし、もう大丈夫だ。だといいけど。この先に生存者を集めてる。この先って？地下鉄の車両をシェルター代わりにしてるんだ。安全だ。大丈夫。過保護すぎか。そうか、分かったよ。よし行こう。おい、マジかよ。どこのバカが閉めたんだ。悪いが別ルートで行く。あなた、あの怪物を知ってるの？いや、あんなやつ初めて見た。でもゾンビとは違う。明確な意思を持って行動してる。好みじゃないか？お断りよ。あなたに譲る。ここまで来たら安心だ。俺らはアンブレラのバイオハザード対策部隊、通称 UBC です。アンブレラ？ちょっと冗談でしょ。あなたたちがこの全てを引き起こした。落ち着けよ。何のことだ。俺らはみんなを助けに来た。アンブレラの何がまずい？アンブレラの何がまずい？信じられない。あなたたちのせいで感染者が次々に出てるのよ。そうか、それは初耳だな。別に信じなくてもいい。だがまずはシェルターに行こう。行こう、ここだ。